はい、こんにちは。機械大生歴20年元シルクドソレイユパフォーマーの体操のお兄さんこと山沢です。今日は誰でもベターっと180度開脚ができるように10分ストレッチ一緒にやっていきましょう。すごく初心者の方でも簡単な内容になってるんで、ぜひ寝る前でも大丈夫です。お風呂上がりなど体温まってる時に試してみてください。それではいきましょう。まずはじめに左足を前に出して、でつま先を天井に向けましょう。で、すねをタッチしてできる限り前に倒してください。30秒頑張って、しっかりと深呼吸をしながら倒せるところまで倒しましょう。でもし簡単であれば、もう少し前、自分の足よりも前に手をついてぐーっと力を抜きながら倒していきます。このハムストリングスってもも裏の筋肉が伸びるのを感じてください。しっかり息を吸って吐いて、あとちょっと、はい、 OK です。じゃあ次反対いきましょう。膝はしっかり伸ばして、またつま先を立ててすねを持って30秒頑張ってください。はい、でも息をしっかり吸って吐いて、リラックスしながらももの後ろをしっかりと伸ばしましょう。180度開脚ができるようになるようにするには、ハムストリングス、ここの柔軟性すごく重要ですから、しっかりここを緩めて180度開脚に近づけていきましょう。できそうであれば手をなるべく遠くにして、この時に膝が曲がらないように膝しっかり伸ばしたままで、あまり猫背にならないように胸を張って頑張ってください。はい、 OK です。少しハムストリングス伸びたと思いますが、次は大臀筋伸ばしていきます。あぐらを組んで胸を張ったまま前に30秒倒していきましょう。手をできる限り遠くについて、この状態で静止してください。息をしっかり吸って吐いて、もしできそうであれば肘をついて頭をぐっと下げましょう。この足と自分の胸がつくぐらいまで下ろせるのが理想的です。ただストレッチは痛くない範囲、痛気持ちいい範囲で十分効果出ますから。はい、 OK です。それでは足を組み替えましょう。足を組み替えることで少し大臀筋のね、緩むポイントもずれますから、しっかり左右均等に行いましょう。30秒頑張って、しっかりとリラックスしながら、大臀筋というお尻の後ろの筋肉ですね、ここがすごく柔らかくなってくると、180度開脚した時の突っかかりっていうのがかなり減ってくるようになります。しっかり大臀筋の柔軟性も高めていきましょう。もし可能だったらね、胸までつけて頭がつく、ここが最終的なゴールなので、はい、 OK です。それでは左足を横に、右足はしっかり体に近づけて、つま先を縦に向けたら横に今度傾けていきましょう。30秒頑張ってください。これもハムストリングスを伸ばしてるだけじゃなくて、この体側、ここもしっかり伸びてくると思いますから、ついでに一緒にね、緩めてあげましょう。でつま先は内側にしてしまうと緩むとこがずれますから、しっかり上に向けたままできるだけかかとを上に向けてください。で体を倒せるとこまで倒しましょう。もう少し、はい、反対いきましょう。右足を今度は外に向けて、つま先を縦にしたら横に向かって倒しましょう。ハムストリングスとこの横っ腹のとこが緩むのを感じれると思います。つま先を上に向けたままできたら、この手でつま先が触れるというのが一番理想的ですから、もし難しければこの辺でも構いません。倒せるとこまで、で姿勢きつくなってきたら、あの手で支えてしまって大丈夫ですから、倒せるところまで頑張りましょう。あと少し、はい、 OK です。ちょっと緩めましょう。そしたら次は仰向けに寝ていただいて、左足を高く上げてできるだけ体に近づけていきましょう。30秒頑張りましょう。これもつま先をぐっと立ててあげて、膝軽く曲げても構いません。体の方に近づけて、ももの裏しっかり伸ばしましょう。リラックスして息を止めないように、で膝が曲がってるのをぐっと入れてあげると、よりハムストリングス伸びますから、もし簡単であればしっかりね、伸ばしてあげてください。
はい、お疲れ様です。それで反対行きましょう。足を上げて、つま先を立てて、膝軽く曲げて構いません。体にできるだけ引きつけて頑張りましょう。膝伸ばせそうな方は右手で膝をぐっと伸ばしてあげてください。で、左手は自分の体の方に近づけてあげるとよりにぐっと伸びてきますから、もし痛くなければ少しずつ近づけていきましょう。難しければ両手でね、痛くない範囲で構いません。はい、 OK です。次は左足を右の太ももに乗せてください。この状態で膝ぐっと下に押していきましょう。30秒頑張りましょう。このお尻のところらへんに大天使っていう呼ばれるものがあるんですけど、これが突っかかると思います。これぐっと押してあげると、その突っかかりね、少しほぐれてきますから、開脚する時のね、足の開きがスムーズになります。これができればこの膝のあたりが床につくのが理想的です。押せるとこまで押してください。あと少しです。はい、 OK、 反対いきましょう。じゃあ今度は右足を乗せてあげて、両手でしっかり右の膝を押しましょう。30秒頑張りましょう。ぐーっと押して、猫背にしないように胸を張ったまま、自然に体重を膝にかけてください。でね、お尻のあたりのこの大天使と呼ばれるところが少し突っかかるような感じがあると思います。それで正しいですから、押せるとこまで押しましょう。本当に柔らかくなってくると、ぐーっとこれが床のところまでつくようになりますから。はい、 OK です。そしたら今度は左の膝を抱きかかえるように、できるだけ内側に近づけてください。この状態で30秒頑張りましょう。体ちょっと少し硬い方、この状態でもかなりこのお尻のところが伸びると思いますから、できる限り近づけてください。これも胸を張って背筋を伸ばして、姿勢がいいまま膝をね、近づけていきましょう。リラックスしたまま大臀筋が伸びるのを感じてください。あと少しです。はい、 OK です。それでは反対いきましょう。右の足を持ってきて、で、抱きかかえるようにお尻の筋肉を伸ばしましょう。30秒頑張ってください。息をしっかり吸って吐いてと。でストレッチは日々の積み重ねが大切ですから、決してね、諦めないように毎日行うようにしてみてください。僕は体操ね、20年やってましたけども、本当にやってた時ってやっぱ1日2回行います。練習前に行って、お風呂上がりに行ってと。そうするとやっぱすぐに体ね、どなたでも柔らかくなると思いますから、頑張っていきましょう。はい、 OK です。続いてあと2つです。また仰向けに寝ていただいて、膝をぐっと持ってきましょう。この状態で足を外に開いてください。30秒頑張って、で少し動的ストレッチ、動きをつけてきますから、ぐる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 回して、股関節がしっかり開くように、痛くない範囲で構いません。これもリラックスしながら、息をしっかり吸って吐いて繰り返していきます。あと少し。はい、お疲れ様でした。最後の種目は足をこう横に開けるところまでで構いません。足を開いて30秒間軽く動かしていきましょう。これも動的ストレッチで行っていきます。ストレッチは静的ストレッチと動的ストレッチ2種類ありますけども、どちらもやることが一番180度開脚への近道になりますから、ゆっくりと30秒伸ばすものも大切し、少しこう動きをつけてストレッチングするのもどちらも大切です。両方一緒に頑張っていきましょう。あと少しです。頑張って。はい、 OK です。お疲れ様でした。はい、今日のストレッチ講座いかがだったでしょうか。ぜひね、お風呂上がりでもそうですし、試してみてください。できれば毎日
やってほしいですとかね、週5ぐらいからのスタートでも構いませんから、ストレッチは頻度高ければ高いほどより柔らかくなりますので、また一緒にストレッチしましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。これ本物だと思いますか？世話が大変なんで偽物を買いました。この辺は本物の土を入れたんです。あ、結構いい感じですね。そうそうじゃない？かわいい。こんなにダンベルキーを置いてあるないでしょ。